ラファエルさん自身が占いやスピ業界はという発言をされていますから、こちらもとして興味があるのかもしれませんね。ジャパンメンサ取得、コインマジック日本一、孤高の天才マジシャンポンタザスミス初の脱スピセミナー11月3日開催。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。無料で電子書籍をセルフ出版、シェアコミック。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきましょう。動画内容をまるまる信じないように注意してください。本日の話題はラファエルさんに物申すでございます。別に喧嘩を売っているわけではありませんし、釣りでもありません。あまりにもラファエルさんに対するマカロンが多く届いておりますから、代表選手として僕からのメッセージがありますよというお話でございます。とにかく勘違いしないでくださいね。以前も同じような動画をコヤッキーさんで作って、動画を見ずにサムネイル画像だけで文句のコメントを書かれた方いらっしゃいますが、書き込みをしたい場合は動画を最後までご視聴されてからにしてくださいね。サムネだけで判断されるとこちらとしても困ります。とにかく多数届いております。マカロンを読んでいきます。最近のだけでなく、実はラファエルさんに対してのご意見はちょっと前からいただいておりますので、それも全部一緒に紹介させていただきます。ラファエルがまたインチキ占い師とコラボしてました。もはやコラボ、LINE 誘導、霊感商法が流行ってるのでしょうか。あと綾崎チャンネルがコラボしてきた青汁王子ラファエルが次々と不幸に遭っています。これは綾地の呪いなのでしょうか。怖いです。次、ラファエルが今度は琉球最後の歌春とコラボしました。春はラファエルの過去世について、700年前にブルガリアに生まれ、父親が金貸しで裕福な幼少期だった。突然父親の商売が失敗し一気に貧乏に、最終的には病を患い貧乏を呪って死んだ。今世では無意識に何事もまずはお金と考えている。このまま株の投資を続けて進んでいくと精神的にもこれ以上いけなくなってしまうと指摘。次、私はスピとかオカルトものをたまに見ますが、お金のためとはいえ人を騙すのが不思議で仕方ありません。お金のために信じ込まそうと必死やなーって客観的に見てます。最近ラファエルが春って人とコラボしてタロットしてますが、霊力を使うと言ってうまくカードを見て裏向きのカードがどのカードか当ててるのかがあります。どう見ても先にうまくカードを見てます。ぜひその動画見てください。次、ギャル霊媒師がラファに出演してました。以前の動画でラファエルのマネージャーを横領して逃亡を霊視し、お祓いを辞会する予定が逃亡で中止って、なんで霊視した時に横領し飛ぶ霊視できなかった、家を浄化したり彼の今の心境居場所を霊視してましたが、前に助言すればその場で詰めれたのに、綾崎もマネージャーと会ってもこの事態予言できてない。ラファエルも詐欺師と分かりつつも再生回数のためなんでしょうね。次、ギャル霊媒師が片岡翔太と会い彼を除霊すると約束する動画がありました。その後片岡が横領&逃亡、綾崎も片岡に会っていましたが、泥棒と対面しているのに犯罪者を霊能者、天界の神なのに霊視できず、そして無料占いするが枠が少ないから急ぎの人は弟の占いへ誘導、有料、会った犯罪者当てられない人が占える、綱の皮が厚い、転ばぬ先の杖が占いなのでは、今いる場所霊視も遅い遅い、ラファさん突っ込まないのでがっかり。次、コヤッキーとスクナって人がコラボしたためケンケン TV のスクナ動画が10万回再生間近です。ケンケン先生の先見すごいです。綾崎があれだけ視聴者増えたのもラファエル青汁王子のコラボがブーストになったからだと思います。 YouTube の収益が厳しいのはどこも一緒だと思うので、詐欺師同士のコラボが増えそうです。今のうちに霊感商法詐欺師コラボ注意喚起動画いかがでしょうか。次、綾崎チャンネル知らなかったので見てきましたが、朝原翔子に似てませんか。容姿もですが、信者も荒唐無稽な発言を信じきっていますし、人間の英知を超えた発言をしているところも似ています。青汁さんやラファエルさんが持ち上げているようですが、もし地下鉄サリン事件のような事件を起こしたらどうするんでしょうか。心配です。最後もう一通。昨日のメンバーシップで綾崎がまたラファエルとコラボ予定があると言ってました。今のうちに障害者は魂がずれているから発言や地震おつおつ発言、神社批判動画を消した件を取り上げてください。よろしくお願いいたします。はい、8名様また同じ内容のマカロンを投稿してくださいまして、皆様ありがとうございます。困った方ですね、ラファエルさんも。とにかくスピチューバーとのコラボで勝手に本物だとか嘘を言うのはやめてもらいたいですね。しかもラファエルさんは大型 YouTuber です。こんな人間たちと絡まなくても再生数は稼げるでしょう。倫理観を持っていただけないでしょうか。まずラファエルさんはどんな人なのかから話していきますので、最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、 YouTuber ラファエルさんって誰。項目2、ラファエルさんの狙いは。項目3、安易に紹介するべからず。項目4、ラファエルさんに物申すの4項目でいきましょう。よろしくお願いいたします。
ではまず項目1、 YouTuber ラファエルさんって誰です。はい、まずはここからですが、そもそも僕も存在は知っていますが一回も動画を見たことはありません。ラファエルさんを見たことがあるのはしくじり先生という番組を視聴した際にラファエルさんが講師で出ていたのを拝見したぐらいですね。ですから全然わかりませんので、まずはいつものように人物紹介からしていきましょう。ラファエルさんは日本の男性 YouTuber、 実業家、投資家、作家、元自衛隊です。大阪府大阪市此花区出身で、株式会社キーとエージェント契約を結んでおります。愛称はラファさん、ラフィー、小麦仮面です。柴田やヒカルとのグループ炎上軍のメンバーで、元ネクストステージのメンバーでもあります。2014年当時偶然見かけました YouTube のテレビ CM をきっかけに自身の YouTube チャンネルを立ち上げました。また当時勤めておりました会社の営業取引先への顔バレを配慮し、素顔を晒さないスタイルのキャラクター作りを模索しました。当初スーツ姿に目口に穴を開けました紙袋をかぶり撮影を行っていたのですが、見た目へのこだわりからより良いアイデアを求めていたところ、ビレッジヴァンガードでラファエルのトレードマークとなります白い仮面を見つけ、現在のスタイルを確立しました。ラファエルチャンネルは登録者1万人達成までに約1年半の期間を要しています。この間市場の調査解析を行い、少年期に熱中していたロンドンハーツなどの深夜バラエティを参考にしました。下世話な金持ちキャラとして夜の街に繰り出すキャラ作りを行いました。また企業案件におきましてはステルスマーケティングを行わず、オープンにするといったこれまで他の YouTuber が踏み込んでいませんでしたブルーオーシャンをターゲットにチャンネルの地盤を固めました。2019年1月22日ラファエルチャンネルのアカウントが YouTube 運営により停止されました。理由は YouTube の利用規約が1月に変更になったことで、過去約3年分の動画全てにチェックが入り、新規約に違反するがチャンネルに残っていたことによる削除と推察されています。メインアカウントの停止を受けまして、同日当時のサブチャンネルで騒動に対します謝罪と、今後同チャンネルをメインチャンネルとして運用する旨の通知を行いました。またアカウント停止直後から交友のある YouTuber たちが新アカウントへの登録を呼びかけるなど、ウェブ上で多くの反応が見られました。その結果1月21日時点で38万人でした登録者数は23日で60万人を突破しております。仮面を取り帽子をかぶったスタイルの時は金色とも白色とも取れる髪の色をしていました。これはブリーチをしているわけではなく本物の白髪であることを告白しております。前日通り YouTuber としてはヒカル・シバターとはたびたびコラボをしています。財界人としてはドン・キホーテ現パン・パシフィック・インターナショナル・ホールディングスの元代表取締役社長大原浩二氏と講師ともに交友があり、メインチャンネルやインスタグラムにもたびたび登場しています。アーティストとしてはラッパーの T ・エースと交友があり、こちらもメインチャンネルまたインスタグラムにたびたび登場しております。また動画には自身のマネージャーが出演するほか、撮影などの補助、動画上では準レギュラーと呼称としてはハギちゃん、吉本興業芸人、岡野陽一、人力車芸人、神崎さえ、恵比寿マスカッツタレント、伊藤エマ、ゼロワンファミリアタレントなどが出演することがあります。人物紹介はこれぐらいでいいでしょう。それでは次の項目です。詐欺込む項目2、ラファエルさんの狙いはです。前項目で話しました通り、ラファエルさんは数々の方とコラボで動画をアップしております。別にスピチューバーばかりではなく、ともかく有名な人、再生が回る人を相手にしている感じです。綾崎やギャル霊媒師以前にも通常の占い師ともコラボをしておりました。記事を見ていますと、基本的にはパターンが全部同じで、ラファエルさんはコラボする相手を押すスタンスでやっております。これは再生数だけの話ではなく、占い師やスピチューバーに限らずコラボ相手の宣伝をやっているようです。案件なのか宣伝を頼まれてコラボしている感じなのかわかりませんが、全く無名の占い師さんともやっておりました。綾崎チャンネルもこれがきっかけでブレイクしましたので、コラボした当時は全然無名のスピチューバーでした。つまりスピチューバーや占い師がラファエルさんを自分のブースト役として利用している感じです。ですからラファエルさんはどのスピチューバーとのコラボを見ても全部受け身で、そのスピチューバーを宣伝しないといけないので本物だとかよく当たるとかビジネスライクでやっているとお見受けしました。綾崎とのコラボの動画でラファエルさんが28分10秒くらいの箇所で体の悪いところを当てられてびっくりするシーンがございます。はじめは疑いながらコラボしていたそうですが、本物だとおっしゃっていました。これは完全にお芝居です。ラファエルさんはしくじり先生に出演されていた時にも自分の動画は全部やらせであると公言されていました。綾崎はリーディングが僕たちマジシャンやデバンカーからしますと死ぬほど下手なので、
ラファエルさんもそれくらいは簡単に見抜いているでしょう。役者ですし仕事ですから、その辺はきっちりと自分のポジションを理解されていらっしゃいます。ただそれ以外にもラファエルさん自身が占いやスピ業界は2兆円規模という発言をされていますから、こちらもビジネスとして興味があるのかもしれませんね。綾崎とのコラボ以外でもギャル霊媒師春占いの館千里眼所属の占い師数人ともコラボしています。ちょうど YouTuber ヒカルもパワーストーンを売り出したとの報告が来ていましたから、やはりスピ業界がめちゃくちゃ儲かると狙っているのかもしれませんね。それでは次の項目です。項目3、安易に紹介するべからずです。ラファエルさんはコラボした相手をインチキだ偽物だというパターンはしないでしょう。全部は見ていないですが、僕が確認したのは相手を持ち上げるタイプの動画ばかりです。例えば的中率がすごすぎる超予約困難の占い師さんがすごすぎた、ラファエル占い師ピカリの鑑定道場コラボ相手名占い師ピカリなど、相手を宣伝する用途の動画です。これは正直相手が飲食店であったりスポーツ選手であった場合はどれだけ褒めたたえてもいいでしょう。しかしカルト系などは絶対にご法度なんです。スピリチュアル、宗教、マルチ商法といった活動やビジネスを有名人が安易に紹介することは社会的にも大きな影響があります。それは影響力を持つ立場の人が発信する情報に多くの人々が信用を寄せるためです。特にラファエルさんなどの有名人の言葉はその信頼性が高く見られるため、紹介されました内容に対して疑いを持たずに受け入れる人が多いことが問題となります。お花畑ビーソーですね。このような状況で誤った情報や悪質なビジネスモデルを広めてしまう可能性があり、その責任は非常に重いと言えます。まず有名人が紹介するスピリチュアルや宗教の多くは科学的根拠や実証が全くありません。要するにインチキです。 100%スピリチュアルや宗教自体は個人の信念や自由であるべきですが、無批判にこれらを紹介し人々に信じさせる行為は問題を引き起こします。特に病気の治療や生活の改善に関してスピリチュアルな方法を進める場合、それが医療や科学に基づく方法ではなく単なる精神的慰めに過ぎない場合があります。これによって本来適切な治療を受けるべき人々がそれを逃してしまい、健康被害や精神的な苦痛を受けるリスクが高まります。有名人がその紹介をすることで信じる人数が爆発的に増える可能性があるため、結果として広範な被害が生じるのです。さらにマルチ商法、霊感商法のようなビジネスモデルを有名人が紹介することには特に大きな問題があります。マルチ商法はその構造上、早期に参入した一部の人だけが利益を得る仕組みになっており、後から参入した多くの人々は損失を被ることが一般的です。また霊感商法は完全に詐欺です。このような不公平なビジネスモデルを紹介し、無知な人々に簡単に稼げる、成功者になれると誤った期待を抱かせることは社会的にも大きな責任を伴います。有名人が紹介することでその信頼性が強化され、被害者が続出するリスクが増加します。このような商法は法律的にも規制されている場合が多く、有名人自身がその法律に抵触する可能性もあります。さらにスピリチュアルや宗教マルチ商法の影響は単なる経済被害にとどまらず、心理的社会的な影響も大きいです。特に宗教やスピリチュアルの領域では個人の精神的弱点や不安を利用して信者を増やし、経済的な負担を強いるケースが多々あります。有名人がこれらを紹介しますと信者が増えるだけでなく、信者が家族や友人を巻き込むことも多くなり、被害が連鎖的に広がるのです。このような連鎖は家庭内のトラブルや社会的孤立を引き起こし、最終的には精神的な健康を損なうことにもつながります。安易な紹介が個人の人生を破壊しかねないのです。有名人自身もその影響力を自覚せずに紹介することで法的な責任を問われる可能性があります。例えばマルチ商法や違法なビジネスモデルを紹介し、それにより多くの人々が被害を受けた場合、有名人自身が訴えられるリスクがあります。特に詐欺的な商法や宗教団体が問題視された場合、紹介した人物もその広報責任を問われる可能性が高いです。無知や無責任な行動が法的なトラブルを引き起こし、キャリアや社会的評価に大きなダメージを与えることは明白です。以上のように有名人がスピリチュアル、宗教、マルチ商法を安易に紹介することはその影響力の大きさからして非常に危険であり、重大な責任を伴う行為です。紹介しました側は自分の発信する情報がどのように受け取られ、どのような結果を引き起こすかを慎重に考える必要があります。無責任に紹介することで被害者を増やし、社会に不幸をもたらす可能性がある以上、常に情報の信頼性を確認し、責任ある行動を取ることが求められます。それでは最後の項目です。詐欺込む。
項目4、ラファエルさんに物申すです。リアルな話を最終項目もしておきましょう。安直に紹介されました占い師や霊媒師にハマってしまい、破産に追い込まれた人々のケースは近年増加傾向にあります。特に有名人やメディアが紹介した占い師や霊媒師は信頼性があるように見えがちで、無批判に信じる人が多いのです。その結果、冷静な判断ができなくなり、占いや霊的な助言に依存してしまう人が後を絶ちません。こうしたケースは、最初は軽い興味や好奇心で占いを受けたものの、的中率の高い結果や霊媒師が提供する特別な力によって心をつかまれ、徐々に相談の頻度が増えていきます。占い師や霊媒師は運勢を良くするための特別な儀式や霊的な力を強化するためのアイテムなど、高額な商品やサービスを進めてくることが一般的です。相談者は生活の中で不安や問題があると、これらの提案を受け入れ、次第に金銭を支払うことが当たり前になってしまいます。また占い師や霊媒師は相談者の弱点を巧みに利用し、経済的精神的に追い詰めていくこともあります。このままでは大きな不幸が訪れる、霊的な助けが必要といった恐怖を煽る言葉で依存させ、断ることができない状況に陥れるのです。そのため相談者はまとまったお金を工面するために借金をし始め、最終的には家族や友人からもお金を借りるなど、どんどん深みにはまっていきます。破産に至るまでの道のりは本人には気づかれにくいことが多いです。最初は小さな額から始まり、徐々に金額が増え、気がつけば多額の負債を抱える状態に陥っているのです。多くの場合、家族や周囲の人が状況に気づいた時にはすでに手遅れで、本人が全財産を失い借金に苦しむ状況になっていることが多いのです。こうした破産ケースの背後には、占い師や霊媒師の巧妙な心理操作が存在します。彼らは相談者が抱える不安や悩みを引き出し、その解決を霊的な力や占いに頼るように誘導します。冷静な判断力を失った相談者はもはや自分の意思で選択をすることができなくなり、破滅的な結末を迎えることになります。実際にラファエルさんはビジネススクール的なことをやってらっしゃいますから、そもそもスピの前にラファエルさん信者がいらっしゃいます。その人たちはラファエルさんが何を言っても信じちゃうでしょう。嘘ではなく、そういうコメントも発見できました。これは僕がサブチャンネルでも紹介したテルミのコメントです。読んでいきます。僕は一人で伊勢神トンネル行ったことかな。そうじゃなかったらラファエルさんとのコラボ動画を開かずにスルーしてたと思う。それまでは心霊スポット系 YouTuber しか見てなかったけど、今は綾崎さんだけ。ね、こんな風にラファエルさんのせいでハマっちゃったんですよ。ちなみにそれまでのテルミは、自分が一番欲の塊のような体型してて草。この動画のコメントです。他にも、嫁のお皿にもっとお肉乗せたれよ。ずっと気になってたわ。かなりひどいアンチコメントをしたのに、今やすっかりファンになっています。ですからラファエルさん、まあビジネスが大事なのもわかるんですが、それを信じて最終とんでもないことになっちゃう人もいますので、安易に本物だとか変なスピチューバーを紹介するのはやめていただけないでしょうか。数人かもしれませんが、山上被告のお母さんのようになる人も出てくるかもしれません。その時に責任が取れますか。カルトだけは気軽な気持ちで進めないでほしいですね。はい、ということで今日はラファエルさんに物申すでした。ラファエルさん以外のインフルエンサーの方にもお願いしておきます。本日もありがとうございました。ジャパンメンサ取得、コインマジック日本一、孤高の天才マジシャン、ポンタザスミス、初の脱スピセミナー、11月3日開催。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また、Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもお願いします。詐欺被害者を減らし、詐欺をやっている人間を共有する、詐欺師撲滅サイト、詐欺コムを立ち上げました。詐欺コムでは詐欺師の情報を随時募集しておりますので、どうぞ投稿フォームより通報の協力をお願いいたします。最新の詐欺師の情報を共有して、新たな被害者を生まないような仕組みを作っていきましょう。また詐欺コムでは詐欺に引っかからないようにするトラストリテラシーを上げるためのセミナーの開催や、デバンカーやマジシャンによりますレクチャーノートも販売していますので、いつも騙されてしまうまだ防御力が低い方は一度サイトを覗いてみてください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。